握って仕事しててこの年になって完璧だとは思っていないからね。おやさんまだ悔いがあるったらおかしいよ。で、せがれがかわいそうだから早く譲ってあげてって。ずっとまあおやさんがやっていければそれでいいんですけれども、そうはいかないですから、いつかは交代しなきゃいけないですから。そこまで頂上まで行けば完璧かもわかんないけど、じゃあこの頂上はどこかっていうとわかんないわけですよ。抜いてやっと並んだ。そのぐらいあのやっぱり親父の影響っていうのは、その夢だったっていうのがありますよ。こうやったらいいんだなって、夢でしょあれ。やるってことは非常にいいことじゃないかなと思います。うちはもう二郎さんの亡霊がもうそこら中にあるから。好きにならなきゃダメですよ。その自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。